クリスティアン、1900年頃、フリードリヒ・クリスティアン・カール・アウグスト・フォン・シュレース・ビヒ。ホルシュタイン・ゾン・ダーブルク・アウグステンブルクは、ドイツ・デンマーク系の、シュレース・ビヒ・ホルシュタイン・ゾン・ダーブルク・アウグステンブルク、公爵家の講子。イギリスのビクトリア女王の娘ヘレナと結婚し、イギリス王室の一員となった。クリスティアンは、デンマーク王家の亡系に属するアウグステン暴行。 クリスチャン・アウグスト2世とその妻、ルイーセ・ソフィー・ダンサム伯爵夫人の三男として生まれた。父方の祖母は、デンマーク王女ルイーセ・アウグスタであった。クリスティアンは、第一次シュレース・ビヒ・ホルシュタイン戦争で家族と一緒に、ドイツ側について戦ったが、このために、アウグステンボー家はデンマークを追放され、財産も失った。彼は、その後、ン大学で、国家学と法学を学んだ。 大学在学中、クリスティアンは、プロイセン王大使フリードリヒと知り合った。クリスティアンの兄フリードリヒ8世は、シュレースビヒとホルシュタインの公爵位に就くことを主張していた。第二次シュレースビヒホルシュタイン戦争の後、プロイセン最小王オットーフォン・ビスマルクは、フリードリヒ、ビスマルクは1865年8月に、バートガスタイン協定を結び、オーストリアがホルシュタインを、 プロイセンがシュレースビヒを管理することを取り決めた。アウグステンボー公尺家の公尺要求は全く無視、されていた。1865年にクリスティアンは親戚同士の集まりで未来の妻となるイギリスのヘレナ王女と出会った。ヘレナ王女の母親のビクトリア女王は、長女ビクトリアとその夫、フリードリヒの親友であるクリスティアンをヘレナの夫に選んだ。このため、 ビクトリア女王がクリスティアンを三女の夫に選んだことはビスマルクにとっては衝撃であったこの向こう選びはイギリス女王はプロイセンがドイツの他の小国家の正当な君主を追い出して片端から併合を続けることを苦々しく思っているという政治的メッセージでもあったプロイセン王大使夫妻がクリスティアンをヘレナの夫として歓迎し 世界で最も素晴らしい男性などと持ち上げていることもビスマルクを苛立たせていた。ビスマルクは王太子夫妻が自分を怒らせるためにわざとクリスティアンと親しくしているのではと疑っていた。1866年7月5日、クリスティアンはヘレナと結婚した。ビクトリア女王は夫妻が結婚後はイギリスに居住することを結婚の条件として提示しており、 クリスティアンはこれを承諾した。また結婚に際してクリスティアンはイギリス王国内でのみ通用するロイヤルハイネスの継承を姑の女王から授けられた。これはクリスティアンがアウグステンボー家の講師として持つセレネ・ハイネスより上位の継承だった。夫妻はウィンザー城の敷地内にあるフロッグモアハウスに住んだ。ビクトリア女王はクリスティアンにガーター勲章を授け、 数イン議員とした。さらにクリスティアンは1897年に女王の副官に任命された。クリスティアンはイギリス軍にも入隊し、1866年に陸軍少将、1874年に陸軍中将、1877年に陸軍大将に昇進している。また1869年から就寝でロイヤルバークシャー連隊及び、 第一志願兵大隊の名誉司令官でもあった。ただし、クリスティアンは本格的な戦場に出て指揮官を務めたことはない。第一次世界大戦中、イギリス王室は国民の反ドイツ感情に押され、ドイツとのつながりを消し去るために、ドイツ由来の加盟や様々な称号を使うのを止めた。1917年、ジョージ5世が王家の姓をウィンザー家に変えると、 クリスティアンはこれに従って、妻と二人の娘たちと共に、シュレースビヒホルシュタインゾンダーブルク・アウグステンブルクの仮名を使うのを止め、単にクリスティアン王子と称した。クリスティアンは1917年10月、ロンドンのションバーグハウスで亡くなった。87歳だった。夫妻は6人の子女を設けたが、うち二人は溶接した。ありがとうございます。